お待たせいたしました。ここからは木曜企画、秋山元宏のもっとヒーローへのコーナーをお送りしてまいります。ナビゲーターはもちろん秋山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日のもっとヒーローへは、前回に引き続き、はい、この7月から初の A 級に昇格したルーキーのインタビューをお送りします。はい、前回江戸川でね、はい、インタビュー、松井光也選手のインタビューを、そうなんです、はいはい、お届けしたわけなんですが、はい、今日はどの選手でしたっけ？今回はですね、やはりその江戸川でインタビューを取ってきました、はい、114期の香川支部メンドリ慎也選手についてです。はい、もうね、最近のメンドリ選手はもう、言ってみたら絶好調。そうですよね、もうね、メンドリだけあってね、飛ぶ鳥、はい、めちゃめちゃ飛んでますよ。飛んでます。はい、はい、さあそのね、メンドリ選手のプロフィールを早速ね、見てもらいたいと思います。114期ということで、はい、デビューがですね、2014年の5月ですね、丸亀が地元で、ここまでデビューしてから、4年と2ヶ月ですかね、はい、やっていますけども、これね、勝率見てください。前期がですね、ガンと上がって 5.72。 本当です ね、 ね、まあ、うなぎ登りっていうよりかは本当にガツンと上がってますよね。そうなんですよ。でですね、優出がですね、ここまで3回あるんですけども、はい、ね、なんでこんなにガツンと上がったかっていうね、原動力ちょっと気になるでしょ、はい、気になります。もう聞いてきました。ありがとうございます。ね、早速、インタビューを、ご覧いただきましょう。さあそれではメンドリ慎也選手にお話を伺います。メンドリ選手、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあデビューが、2014年の5月、はい、丸亀でデビューしてからもう4年が経ちました。はい、どうでしたかこの4年は。長かったです。長かった、はい、いろいろあった。いろいろありました。決して平坦な道のりではなかったですか。人よりは多分平坦ではないです。結構苦労したの。苦労しました。そうですか。いろんな人迷惑かけて、いやいやいや、もうお世話になったんで。いやいや、もう勉強ですよ。はい、うん、メンドリっていう名字って結構珍しいじゃないですか。はい、ね、出身はメンドリ選手はどこなんでしょう。愛媛県の新居浜市です。愛媛県にこのメンドリっていう名字が多いの。はい、四国中央市っていうところにメンドリ町があるんで、そこはメンドリさんが多いと思います。だからそんなに珍しい名字じゃないではないんですか。はい、ちょっとね、調べたんですよ。はい、全国で何人ぐらいいると思います。200人ぐらいですか。1200人いるんですって。選手よりは少ないですね。あ、まあそうね、はい、初勝利までですね、はい、約2年かかったんですけども、はい、自分の中ではどうでした。やっぱ結構かかったかなっていう印象。初勝利までは200走ぐらいかかったと思うんですけど、うん、でも船券には絡めてたんで、うん、水準差とかはこだわってなかったです。じゃああまり焦りはなかった。はい、あ、そうですか。新勝率が 5.72 で初 A 級に昇格です。やりました。ありがとうございます。どうですかこの A 級に昇格気分は。一走一走めっちゃ緊張しました。もう A 級が見えてきてから。 A 級最初の見えてなかったんで、うん、見えてきだし意識しなくなってから良くなりました。あ、そうですか。はい、なんかね、見てると、はい、昨年の夏ぐらいからね、はい、少しこう成績が上がってきてるように見えるんですよ。なんか自分の中で変わったことってあるんですか。コース入り出したのもあると思うんですけど、うん、事故が減って、うん、2期連続事故パンとかなったりしてたんで、思い切ってレース行けるようになったこととか。あ、それが大きいですかね。はい、なんかこう励みになるようなことっていうのもあったの。励みといえば、うん、年末に結婚したことぐらいです。結婚した。はい、あ、去年の年末に。はい、それは頑張んなきゃだ。はい、じゃあもう言ってみたら、でも去年の秋から、まあ、今年の春先までの勝率で A 級になったわけだからね。はい、ちょうどそこにジャストフィットするわけだね。ジャストフィットしました。さあそしてね、はい、今年の4月に、はい、琵琶湖で2回目の優出がありましたけども、はい、結構ね、スタートしてから1マークまくって2マークもまくってね、つけまいで行って2周1マークしっかりと刺して2着だったんですけど、はい、どうでしたか内容は。自分で優勝戦あんまり乗ったことないんですけど、うん、あんまり意識せずに走れたんで、まあ、冷静に走れたかなと思います。でも2着は結構自信になったんじゃないですか。その次につながれば、うん、いいんですけど。次につながれば、はい、結構自信にはなりました。最近のね、成績を見ると、はい、1着も増えてるんですけどもね、はい、3着の数が増えてるような気がするんですよ。はい、どうでしょう自分で。ミスがちょっとずつ減ってきたからかもしれないです。1マーク回った着順をキープだったり、うん、まあ、3周のうちに
まあ、なんとか抜けたりとか、うん、でやっぱり接戦にもこう強くなってきたっていう感じですかね。はい、でもまだまだあのミスとかが多いんで、その辺のミスとかを減らしていきたいっていう。でもね、やっぱレース見てるとね、はい、結構接戦強いですよ、うん、一回抜かれても抜き返すっていう精神力があるでしょ。はい、これは結構強いと思うんだよね。やっぱり抜かれたら抜き返さないと。なるほど、はい、悔しいんで、はい、メンドリックのレーススタイルは自分で分析するとどうでしょう。結構ちっちゃいレースが多いような気がします。ちっちゃいレースでターンマークを必死に回ってる感じの。あ、そう、はい、でも見てるとね、はい、結構握って回るレースしてますよ。怖いんですけどね握らないと勝てない時は。スタートはどうですか。スタート分からないんですよ。分からないの、はい、結構あの、まあ、言ってみたら平均スタートタイミングがそんな早くないじゃないですか。21とかぐらいですね、うん、でも結構こう付き回っていくレースあるじゃないですか、はい、そこら辺は自分の中ではちょっとした課題ではありますか。そのスタートタイミングっていうのは本当に課題です、うん、もっとこうスタート行きたい。行きたいですね、うんうん、さあそんなねメンドリー選手ですけども、はい、プライベートをちょっと聞きましょう。はい、うん、なんか趣味は。趣味はお酒が好きなんで。やっぱりお酒なの。はい、ビールが好きなんですけど、うん、我慢してハイボール飲んでます。え、1日はそれはもう結構飲むの。多い時だと、まあ、飲むんですけど、ちょっと体重も重い方なんで。あ、今体重何キロあるんですか。55キロです。55キロ。あ、はい、じゃああんまり飲めないね。はい、結構酔う。いや、強い方だと思います。メンドリー選手は114キロでしょ。はい、114キロって結構みんなほら頑張ってきてるじゃないですか。全員でこう底上げするような感じ、はい、その114キロに対する思いってメンドリー選手は気を引っ張っていってくれてるんで、うん、それに必死についていくっていうぐらいで、すごいいい動機を持ったなと思います。やっぱ他の選手のその活躍っていうのは刺激になりますか。やっぱ同じ訓練期間と上程時間なのに、うん、その差が出るっていうのはやっぱり励みになるというか。ね、ライバルとかいます。ライバルはいないですね。いない、はい、ちなみにほら、同じ支部で中村桃香選手がいますけども。はい、はい、中村桃香は同期なんですけど、はい、もう尻に敷かれてます僕は。尻に敷かれてる、はい、もうイエスマン。イエスマン、桃香のイエスマン。桃香のイエスマン。あのほら実家のうどん屋さん、はい、あの行かないんですか中村選手。オープンした時に一回行ったんですけど、うん、僕愛媛県民なんでうどん文化ないからうどんは食べないです。そう、はい、むしろなんだろう、一角の鳥とか。あ、ビール好きなんで骨付き鳥大好きです。いいの、はい、名前メンドリだけど鳥食べていいの。なんか食用なんでそんなねメンドリ選手にも、はい、ちょっとねあのマニフェストを書いてもらったので。マニフェスト、ね、はい、ここで見せてもらいましょう。はい、お、どうだ。お、優勝すること、はい、優勝すること。優勝することです。優勝、はい、ちょっとでもすることがちっちゃくなってるけど大丈夫。はい、優勝の方が大きいです。よ、はい、いいこと言うね、はい、優勝する。はい、優勝したい。したいです、うん、これどうしよう、いつぐらいまでに優勝する。今年中に。今年中にする。できたら、うん、そのつもりで走ります。いや、もうするね、はい、うん、優勝する。あ、それでね、はい、メンドリ選手これ3位。はい、これメンドリ。メンドリです。おお、これちょっと面白くない。自分で考えたんですか。はい、あの大和学校の受験する時から考えてました気が早いんですけど。受験する時からもうサインは先に。じゃあもう選手にならないから、選手ができて、あのサインはできてたってこと。はい、やるねメンドリ選手。なんかひらめきました。お、いいサインね。最後ね、はい、ファンの方へメッセージをお願いします。はい、いっそいっそ負けない気持ちで走るんで応援よろしくお願いします。なるほど。いや、あのね、結構背が高くてね、はい、明るい選手でしたよ。コメントがこうところどころクスクスっと面白いでしょあの話してるとね本当にね、あの面白い選手。本当ですね。これサイン見てくださいよ。いや、これは素敵すぎます。選手になる前に考えてもちゃんとそのメンドリがボートに乗ってるんですかこれこれはいいアイデアですね本当に、ね、いや本当にこうユーモアのある、はい、メンドリ選手でしたけども、本当にこう一歩一歩着実にっていうタイプの、うん、コメントでしたよね。まあ、よくねその自分の中ではいろんな課題はあるとは言ってましたけども、はい、でほらそうなんですか。ちょっとレースがちっちゃいとこ行ったじゃないですか。あ、言ってました。全然もうとんでもないですよ。そんなイメージはないですよ。全くですよ、はい、であの課題もね、あのスタートが課題とは言ってましたけども、はい、あれだけのターンができていればね、スタートが早くなれば、はい、もっとこう上に行くんじゃないかなと
そう思いますね。確かにこうあの勝ってるレース見ていただきましたけど、うん、やっぱりスタートはまずまずいいタイミングで決まってましたから ね、 いいところの幕差しが入ったり、はい、ね、あの琵琶湖の準優なんて西島さん選手に負けなかったですもんね。やっぱり負けたくないっていう気持ちって大事なんですね。強さあると思いますね、はい、マニフェストにほら優勝することって書いてあったじゃないですか。できれば今年中にと、うん、いやもうね僕はね近いと思います。そうですか、うん、これ楽しみですね。楽しみですね、うん、でそのね、はい、あのスタートに課題があるとは言ってましたけれども、はい、先日行われた下関のウエスタンヤング、はい、まあ、あれ見てたらもう大丈夫じゃないっていう感じじゃないですか。もしかしてレース見ちゃいますか。これだってほら見てください、もう出してます。見ていきましょう、はい、これね、6号艇ですよ。これはすごかったですよね。スタートからのまくりですけれど もう全員若手の選手で6コースのまくり、しかも準優で決めるっていうのがね、確かに、うん、すごいですよ。あれさっきの琵琶湖のレースも準優勝戦でしたよね。準優勝戦でした、はい、決めるところで決めてきますね。そうなんですよね、もう外枠でもね、はい、ちなみにこれ1号艇が同期のあの直江選手ですから、はい、沈めちゃいましたもんね。いやもうね、すごいですよね。1マークの攻め方もそうなんですけども、はい、メンドリ選手のね僕のいいところは、うんうん、あの道中戦、確かに、うん、抜きという決まり手もさっきありましたしね。すごく多いんですよ、見てください。本当ですよ、22万5千つきましたびっくり配当ですよね、本当に。これもびっくり配当ですね、はい、これでもうねメンドリ選手の名前を覚えてくれたファンがね、多いんじゃないかなと思います。でこのシリーズ優出でしたもんね。優出でしたね、はい、でこの後ですね、まあ、芦屋のルーキーシリーズをまた走ってるんですけども、はい、まあ、残念ながら優出はならなかったんですけど、はい、覚えてます、あの準優勝戦が1号艇っていう、ですよ。でもそのルーキーの中で、はい、準優勝戦の1号艇が取れるパワーがついてきているっていう証拠でもありますよね。1着もね4本ぐらいあの時並べたんじゃないかなと思いますけどね、はい、そのね1着の本数も増えてるんですけども、3着もすごく増えてですね、であの今その江戸川のね、はい、ルーキーシリーズでインタビュー取った時の、はい、今期の勝率、はい、あの時まだね、5.39 ぐらいまでだったんですよ。あ、そうなんですか。今期の勝率が、はい、今ですよ、そこから下関芦屋と2節終わって、はい、現在今期勝率が 6.04 まで上がりました。また上がったじゃないですか。すごくないですか。すごいです ねギューンと上がってるんですよ。これはグイグイ来ますよ。グイグイもう今来てるんですよ。来てますね、はい、ね、でその、メンドリ選手ですけれども、はい、現在ですね、はい、で浜名湖のルーキーシリーズ今日初日ですけども、あ、じゃあ見てくれてますかね。いや見てくれてると思いますよ、宿舎で見ててほしいですね、うん、はい、今日ねあの初日ですけれども2着4着とお、まあ、まずまずの滑り出しじゃないかなと思うんですけども、うん、特にその前半戦の2着はね、はい、6号艇で2着ですから、あ、やっぱり外からこういい着を取れるっていうのは大事ですから ね、もう道中粘ってました、はいはい、ということでその、ね、これからもそのメンドリ選手注目してもらいたいですね。そうですね、うん、本当に目が離せない存在ですね、はいはい、ということで今回はメンドリ選手のインタビューをお送りしたんですが、はい、秋山さん次はどの選手に。次はですね、はい、このコーナー2回目の出演になりますけれども、お、2回目。そうなんです、118期の栗木翔選手についてお送りします。あ、だいぶ前になりますか ね、 もう覚えている方いますかね。このコーナー始まって2回目に出演してくれたんですよ、栗木選手。まだそのデビュー期だったんですけども。そうか、そうですよね、うん、これからあれからね、はい、成長しましたよ。2年くらい経ったってことですね。2年、もう2年経ってますね。2年ぐらい経ちますね。やっぱりこうか、あ、いっぱい聞いちゃいけないのかな今。いや、あのね、はい、いっぱい面白い話をしてくれたので。そうなんですね。もうこれはね、はい、ちょっと次回楽しみにしてもらいたいと思います。わかりました。次回はちなみに7月の26日来週ですね。木曜日ということ。そうなんです、はいはい、間を空けずにお送りしたいと思いますので、はい、楽しみにしてください、はい、お楽しみに。ということで秋山さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。ここまでは秋山元博のもっとヒーローへのコーナーをお送りしました。お知らせの後はトゥデイズフラッシュをお届けします。